来週の飯田工事の OK 工事アップは現地で見た聞いた韓国徹底レポート増税から1週間となる消費税の対策も聞きます 時刻は6時57分です。さあ、次代コメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。勝ちましたね,したねもう奇跡だね、これはね。奇跡ですよね、本当ね,すごいねもうイケイケのね、はい、えームードがね、上げてまいまもうこれ CS 大丈夫なんじゃないかと僕は思ったよ。ね、CS! <laughs> クライマックスシリーズのこでございます。<laughs> <う>ということは皆さん、この話は 阪神タイガースです、我がタイガースが。八の五いや、本当、ここ、土壇場に来て、今日須田さん、カチャーですよ、逆転でクライマックスシリーズいっちゃいますよ。いく可能性高まってきたね、やっぱりすごいね、今のほら、盛り上がってるからね、本当ですね、広島さんの皆さん、すみません。 9月30日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。ささんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。 茂木外務大臣初の日韓外相会談議論は平行線茂木敏充外務大臣は先週末就任後初めて韓国のカン・ギョンファ外相とおよそ50分会談しました元徴用工問題のほか対韓輸出規制強化韓国によるジーソミアの破棄などについてそれぞれの立場を主張しましたが平行線に終わっております えー、予定は20分の予定だったんですけれども、大幅に超えておよそ50分間と。で、えー、途中から、あのー、関係者退席させて通訳だけの、いわゆる手立てという会談も行ったそうですが、まあ、は平行線と。 うん、う全部なんか、あのー、外務省のブリーフィングを見ると、ほとんどこうお互い主張したみたいなのが <laughs> ばっかりというね。うんあのー、ですから、どうなんでしょうね、ここで何かね、はいえー、問題解決の糸口を探るということよりも、うん、やっぱり国内のね、国内世論の意識した、はいえー、外相会談になってしまったのかな、特に韓国の方はそうなんじゃないかなと思いますよね。や、うん、やっぱりり今のの状況の中では日本に対して情報するという 文在寅政権をね、はいえー、支持してきた、支援してきた、えー、人たちの離反を招くということで、うん、やっぱりここはもう強硬策、一本やりで出てこないと、えー、政権を持たないと、そうじゃなくても、チェ・グク氏のね、法務大臣のです、ね、問題も抱えている中で、えー、やっぱりこうそういう国内の政治状況を背景に、やっぱり強硬策を取らざるを得ないというね、状況はあるのかなと思いますよね、まあ、あの週末には、ムン・ジェイン政権を支持するデモというのが開か されたとまあ日本の意味ィもねそっちは大きく結構報じたりなんかするわけですが、ええ、支持率はでもどんどん落ちてるわけですよね、ええ、で加えてですね、えー、これ日本のメディアはまだ全く報道してないんですが、えー、この10月のですね3日に、はい、3日っていうのはですね、えー、韓国の、えー、まあ祝日に当たるんですねまあ建国関連の祝日と呼んだらいいんですかね、はい、これ年間5日あるんですがそのうちの1つい日が10月3日に予定されてるんですよ、ええ、で、ええ、実はこの10月3日 にですね、はいえー、反ムンジェイングループ勢力がですね。うん、ものすごい大規模な。 ね、え、デモを企画予定しているんですね。で、まあ、そちらの方に聞きますとね、ちょっと白髪三千0の、え、まあ、イメージもあるんですけれども、100万人規模だみたいな万人規模。かなり鼻息が荒い、え、デモが今週末に予定されてましてね。まあ、それに対する一定程度の牽制というか、こういった支持する人たちもいるんだよと。ですから、どうなんでしょうね。その10月3日というものも一つの大きな、ね、節目というか、山になってきていて、そこへ向けては経験にですね、やっぱり日本に対して情報できない。 というね、<ー>え状況に置かれてるんではないかなと思いますねうねん。まあ、実際ね、えー、官業派外相、あの、前の外相の河野さんと、えー、あの北京で、えー、会談をしましたけども、日中間の時に。はい、まあ、それやってる最中というか、 キロに着いたぐらいのところでジーソミアの破棄を先に発表されちゃったりなんかして、これどこまでその菅義偉さんが政策の決定に対してタッチしているのかっていうのも結構微妙みたいですね。そうですね。まあですからそういった意味で言うとムンジェイン大統領の、はい、まあトップダウン。 言ったらいいんですかねですから、g ーソ b の破棄についてもですね、え、まあ、政権体制内部はですね、割れたんですよ。やっぱり、これをやってしまうと、まあ、日本というよりもアメリカからの相当強い反発を受けるということもあってですね、ただ、鶴の一声で、ムンジェイン大統領の鶴の一声でですね、破棄が決まったという経緯がある。ですから、どうなんでしょうね、そのあたりね、え、韓国外交ときちんと聖華大がですね、え、ね、金庫が取れてるのどうか、え、連絡が取り合っててるのどうかっていうと、ちょっと鼻�きも なんだなぁとんだから相当その外交政策についても迷走しているのが実態ではないかなと思いますよね。ですから、ここで仮にね、はい、え何か問題を前進させようと思ってもですね、ええ、また決めたことが守られないという状況も出てきません,ん聞かねませんからね。まあこちら側としてもそ、その状況で約束はできないですよね。ね<え>ねですからやっぱり、静観というのがベストな選択肢なのかなと思いますけどね。ま、ええええ、まあああのの来週韓国を取材に行きまして、はい、で月曜日は私あのソウル から放送をしますけれども、はい、ちょっとその、地染みの破棄とかも含めて、こう韓国のじゃ軍部の人たちだとか、それに近い安全保障の専門家の人たちっていうのは、一体どう考えてるのかなっていうのを、はい、ちょっと今、あのブッキングをしている最中なんですが、はい、まあ時間が合えば、ですね土日ではあるんですけれども、お話ちょっと伺って、うん、まあ本当、良識派の人たちはじゃあ、どう考えてるんだろうなっていうのを知りたいですよね。はいはいはい えまずはあ日韓の外相会談についてでした続いて7時の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです 関西電力会長を13年前から金品受け取り関西電力の役員と社員20人が2011年から去年にかけ福井県高浜町の元助役から3億2000万円相当の金品を受け取っていた問題で八木誠会長がそれ以前の2006年から10年にかけても現金を含めた金品を受け取っていたことが分かりました経営トップの進退を含めた政府や株主らの追及は避けられないとみられます 関連の筆頭株主の一つである大阪市の松井一郎市長が株主代表訴訟を行う可能性も上げておりますまあ金品を受け取っていたことが判明しながら昇格をしていた方々もいると うん、ということで、経営体質も厳しく問われそうだというふうに言われておりますいや、あのー、これも場合によってはね、本来だったら、はいえー、事件化してもおかしくない話だと私は思うんですよ、もともとね、まあ、税務調査ということで、うん、場合によってはその脱税という、ねうんえー、疑い、嫌疑がかけられたということなんでしょうけれども、もらったものに関してね、えーまあ、きちんと税務申告してなかったということで、うんえー、脱税という、ね、疑惑もあるわけなんですが、その一方で、はい、これ、その原資がそもそもどこだったのかと。うん いうことなんですけれども、場合によってはですね、これ関連から出ていったお金が、いくつかクッションを経てと言ったらいいんですかね、それが還流している可能性もあるんですよ。そうすると、配任、特別配任というね、疑いも出てくる。ですから、そういったことを含めて、本当に関連サイドは、きちんと、社内調査したのかどうなのか、というところが一つ大きなポイントなのかなと思いますよね。あの、ですから、そういった点で言うと、どうなんでしたら民間企業とはいえですよ、公益 事業をやっているその企業であるということ、そして株式を公開しているということ、はいえー、含めましてね、えー、これ、まあ、民間企業だからいいじゃないかと、要するにその儀礼の範囲といってもです、ね、その線引きってのは結構難しいんですが、はい、とはいってもです、ね、えーまあ、普通の民間企業とはちょっと、ね、違うわけですから、そのあたりはもっと、ね、厳しく対応していかなければならなかった、で加えてです、ねあのー、やっぱりその、ね、金品受け取って、これは問題だということで、返、はい、そうと思ったんだけれども、えー、受け取ってくれないから、 <え>個人で保管ししてたたと個個人人でで保保管管って、これ、もらったってことじゃないんですかと、<laughs> 普通だったらね <laughs>、うんえー、会社で別立てで、はい、例えば何らかの形でね、信、え、託、ー、してましたとかね、えーえー、そういう形で保管するんだったら、まだしもですよ、えー、これだったら、一定程度の言い訳が聞くかもしれないけども、うん、個人で保管っていうことは、それは後付けの理屈でしかならないんじゃないかなと、私は思いますけどね。ままあこのの、まあ、元助役元助役と言いますけど助役やってたのは77年から80 十7年で、ええ、その後っていうのは、まあ、ある意味、非公式なポジションで関連会社顧問とかもやりながら、でも、あのこの人話し通さないと何も進まないんだよねっていう形で、これ、まあ、昔のドンみたいな感じでいたわけですかね、森山という人はもう亡くなってますが。ええええ、私もね、かつて一度だけお会いしたことはあるんですよ、そうなんですか。そうするとね、やっぱりこの地域というのは、はい、他に産業全くないんです、はっきり申し上げて。 町が成り立っていて、経済的にですね、そして箱物なんか、ものすすごい立派なんでよ原発立地市町村って、本当に立派なもの立ってますよね、これだけ立派なものが必要なのかっていうね、ところもある、ですからもう、関西電力あってこその、ですねそういった町なんですね。とはいっても、関連の方だって、福ああの問題が起こる前までは、つまり東日本大震災が起こるまでは、ですね言ってみれば、その電力、発電力のですね、 4割はその原発で賄っていた、<ー>特に日本海側のですね、はいえー、福井から、えー、この、ね、エリアに一帯にかけて、ですねやっぱり原発がもう集中してるわけなんですね、えー、でそうするとやっぱり、持ちつ持つたれつ,つの関係にある、うんうん、そしてそ非常に交通の便が悪くて、まあ、陸の孤島みたいなところですからね、はい、その原発が稼働していって、そしてそのメンテナンス等々で、街、うん、にお金が降りて落ちていって、はい、それで街の経済が回っていくというような、うん、そういう構造になってるんですか。まあな まますから、はい、双方にとととっててくくここのできないい存在と、えー、でそこをうまく調整していくやっぱり、えー、地元住民の意向であるとか政治的な動きっていうのはです、ね、影を落とす可能性もありますからね、うん、そのあたりはさっきね、はいえー、飯田さんが言われた、えー、ドンが裏からですね、うん、全部、うんえー、調整していくというね、はいえー、この人なくして、ですねやっぱり原発の、えー、スムーズな稼働というのは実現できなかったと私は思いますけどねうんいや、普通に考えたら、その原発を建てたいという関連側が地元に対して、 金をばらまけましたっていうんだったら、まああのーあ、あり得るなっていう事件なんですけど、ね、逆なんですよね、これ、ね、地元から関電に対してっていう、まさにその持ちつ持たれつの関係だったっていうことが分かるわけです、ね、ですからね、あの稼働停止になった以降も、ですね早期の稼働を求めるということで、はいえー、町としてはですね、はい、それを議決して、はいえー、要望をするというね、そういう動きになってるわけなんですね、ですから、うん、もうどん,どんどんどん稼働してくれというような、はい、そういうベースがあるんですね。うんしかしこれゲーム… 税務調査が一番まあ最初にあってというで、まああの、先週の末ぐらいに毎日新聞がきましたけれども、ねあの、これ、森山さんという方が亡くなったのはあ今年の3月。ね、っと亡くなっ からいいろろポポロポロ出ててきたってことなんですか、ね、そうですね。あの、ですから、ちょっと、ええー、まあ、死にに口なし的なね、はい、ええー、ところもあるのかもしれない。つまり、えー、えー、森山さんにですね、ええー、全部責任を押し付けて、うん、ええー、まあ、口を脱ぐというね、まあ、そういう方向になりつつありますよね。そうならないように、やっぱりこの情報開示してですね、はい。手的に海を出してほしいなと思いますね。うん、ええー、まずは関西電力の、お問題についてでした。では、続いて二つ目、こちらです。 ウクライナ疑惑トランプ氏の弾劾調査開始アメリカのトランプ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談で性的民主党のバイデン前副大統領に関する調査に協力するよう圧力をかけていた疑惑をめぐりアメリカ議会下院は弾劾に向けた調査を本格的に開始しました3つの委員会はポンペオ国務長官に召喚状を出しウクライナ大使ら5人に議会で聞き取り調査を行います えー、ウクライナ政策に関与する県と国務次官補代理ですとか、元駐ウクライナ大使、EU 担当大使ら5人に対して証言を求めていると、でこれ、事件がちょっと分かりづらいんですけど、もともとバイデン副大統領の息子さんのウクライナでのこうビジネスをめぐっての調査っていうようなところだったわけなんですさまざまな弁業を、ね、ウクライナサイドから、はいえー、図られていたという問題があるということなんですけれども、ただ、うんはい ただですね。これ、アメリカの場合ね。下院の場合は、えええー、民主党がですね。過半数を握ってますから、はい、これまでどちらかというとね、えー、民主党の上層部はですね。このど弾劾について、はいえー、消極税だったんですよ。で、ただ、このウクライナ問題が、えー、出てきたということで、あのーはい、まあ、バイデン大統領、副大前、副大統領をめぐるですね。この一件が出てきたことで、うん、えー弾劾に、えー、舵を切ったという状況なんですね。はい、あのー、ですからね。これまあそもそもで考えてみるとね。や、はい やはり、えー、来年11月の大統領選挙、はいで、これを強く意識したトランプ大統領の、えー、動きだった、うん、で加えてです、ねえー、それを意識しているからこそ、そういった状況でを前提としているからこそ、民主党も動かざるを得なかったということなんだろうと思いますね。ですから、すべて大統領選挙絡みですよ。うんでまあ、もう一つ言えば、とりあえず、えー、民主党で、えー、今トップを走っているバイデン副前副大統領がです、ね、おそ、まあ、らくこれ相当厳しい状況、えー につまり、トランプ大統領のやった行為というのも、はい、これも大きく問題があるけれども、ええ、場合によってはですね、大統領の就任先生にも、えー、抵触するようなね、はいえー、そういう大きな問題でもあるけれども、うん、ただこれ、バイデン前副大統領にとってもですね、ムー、はい、ミラのように帰ってくる話ですからね。ですから、まあ、大統領選挙相当混迷していくんではないかなと。 思いますね。うん。ね、まあ、その、バイデンさんの息子さんのね、ええー、やっていた会社、その、中国からのお金も入ってるかどうかみたいな話とか、なんか、拒否実々いろんなことがアメリカじゃ報道されていて、今これ一色みたいですね。えあの、もともとね、息子がちょっと札付きなんですよ。あ、そうなんですねええー、この問題が出てくる前からですね、いろいろと問題を抱えていると。はい。いうことで、えーはい、えー、だから、バイデン前副大統領がね、出馬するにあたって、ちょっと息子の問題大丈夫なのかと。いうあ とことも言われてたんですねなるほど。もともとそっちはそっちであるし、えー、で、ただ、やっぱ電話をかけて、操作してくれよとまで、ま、ああのー、 文言を見ると実際にそこまでは言ってないっていうような話もあるんですけれども、ええ、まあ、あの、そこはちょっと法律にはトランプさんも引っかかる可能性があるということですかそうですね。あの、ですからその、圧力をかけたっていうところがね、はいえー、一つだ、大統領の権限を用いてっていうところになってしまうんですよ、そこが。 だからそこが一つの大きなポイントなのかなと思いますね。うん、うん。でももうこうなってくると、もう立場が違うと、この報道の仕方も全然違うみたいなことになってきますよね、ね。え、ね。あのー、だからね、これ、史上稀まれに見るスキャンダラスな大統領選挙っていうことで、えー、もう、ぐずぐずの状態で突入していく可能性高いですよね。<ー>ねこれ、さわさりながら民主党はバイデンさんで行く感じなんですけなんかウォーレンさんというね、えー、女性の方の支持も伸びてきてるみたいな話がありますね。だここもねしてん だからこの件を受けて、あはい、さあ、果たしてどうなるのかと、うん、でただ一方でね、うんはい、えこういったスキャンダラスなことで、じゃあ、その、えー、大統領候補を下ろしていいのかどうなのかっていうね、うん、問題もありますから、うん、それは非常に悩ましいところ、だからね、どうなんでしょうね、あのー、まあ、私はね、トランプさん、余計なことやったなと、ウクライナ問題に関して言えばね、えー、えー、ええーねあのー、もしなくもなないですよねなるほど、まあ、確かにね、そうは言っても、グレーではあるけれども、えー まああの黒まで行っていないってところで下ろすのがどうなんだっていうよね、はいえー、<laughs> そうなると、本当、まああのー、国内、日本としてもじゃあ、誰がカウンターパートになるんだっていうのはね、ポね一番大きなものですからね、これね、うん、まあ民主党、ちょっと難しいでしょうけど、ねあえー、この時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました、日本総でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。 日本放送飯田工事の OK 工事アップ教えてニュースキーワード7時27分です今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします続いて教えてニュースキーワードです雨傘運動から5年 香港で2014年民主的な選挙制度を求めた大規模デモが雨傘運動であります28日そこから5年目を迎えて記念の集会が開かれました香港では中国本土への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案をきっかけとした抗議活動が続いていてまた明日10月1日は中国の建国記念日国慶節であることから複数のデモが計画されております えー、明日はかなりいい様々なものが行われる予定と、主要繁華街のドラワンコーズウェイベにあるビクトリアパークから政府庁舎近くのチャーターガーデンに向けて大規模なデモ行進が行われる予定と。で、親中派のデモっていうのも複数計画されていて、衝突混乱があるのかと、まあ、あとは警察がどういう,こう対応に出るのか、結構暴力的だという話もあります。はい、あの、このデモに関してね、一つ申し上げるとすると、えー、今、香港の憲法、 香港基本法では、ですね、はいえー、この自由なデモというのは、保障されてるんですよ、ですからね、えー、ここ最近になりますと、やっぱり香港警察が、ですね、はいえー、デモの許可を出さないんですねで、それを受けてね、なぜ日本のメディアは、不許可デモとか違法デモっていう表現を使うのか、はい、要するに憲法で認められている当然の権利を、ですね、えーえー、警察が認められないっていうことで、ね、違法なというかね、不許可のデモが起こってるだけでね、その背景は全く報道されてないなと。はいえー、これはちょっとね冒頭 一つ言っておきたいなと思いますね。ね<え>さあ、そしてまあ五年を迎えるということもありますけれども、ね、まあこのお香港のお民主と。 いうものが非常にこう風前の灯火だとも言われます海外からもいろんな動きありますけれどもね、えーあの。ですからそういった点で言うとですね、えー、あのやっぱり海外からの支援といったらいいんですか、うん、えでもね、それができるっていうのは、唯一アメリカだけなんですよ、はい、ですから香港の市民もですね、はい、やっぱりアメリカに対する期待、えー、え中でもですね、香港人権民主主義法案ですか、はい、これが先週末、ですね、うんうん、アメリカの議会、委員会で通ったというところもあってですね、えー、まあ相当期待が高まってるのかなと思います。 でね、うん、その時にですね、マルコ・ルビオ上院議員が、極めて興味深い演説というか、その一節をちょっと紹介してみたいと思うんだけども、はい、香港のために、香港の支援について、アメリカも自由世界も行動が遅すぎる。 お行動が遅すぎるっていうね、はいえー、だからこれを急いで通さなきゃならないんだと、うん、で今さっき飯田さんが言われたように、ですね、うんはい、やっぱり香港の、えー、自由と民主主義、人権というのが風前の灯もしであることは間違いない、うんはい、それをバックアップするためのこの法案ですから、早期にですね成立、まあ、さ,されることが望まれるのかなと、ただ、これしかできないというのがね、はいえー、非常にこつら、えー、いなと、えーまあ、香港の、えー、市民とですねどうバックアップしていくのかっていうのはね、うんはい、やっぱり各国とは 中でもですね、うん、やっぱりここへ来て、えー、アメリカ、ヨーロッパのね、はい、えー、メディアのですね、この問題に対する、えー、取り上げ方っていうのは、うん、かなりですね、大きくなってきてるんですよ。えー、大々的に取り上げてますよ。はい、ただ日本のメディアはまだまだ小さすぎるなぁと。えー、で、ね、このこの問題に対して、すね、非常にこう、冷淡だなぁという感じが、えー、まあこれ、どうなんでしょうね。やっぱり中国政府に対する、配慮というか、はい、忖度っていうのは、 働れてるのかなと思いますけどね。うん、で、加えて日本の政治家、はい、これを全くこの問題について言及しないんですね。うん、香港のデモについて。はい。ね、その問題もちょっと大きな、えー、ポイントとしてあるのかなと思いますね。うん。今日ね、産経新聞が一面トップで、このか雨傘運動の時のリーダーだった、えー、シュウ・テイさん、アグネス・ショウさんのインタビュー載せてますけれども、ええ、まあ、今までその、結構こう、まあ、アグネスさんだとか、まあ、ジョシア・ウォンというもう一人のリーダーとか、ええ、基本的に、 こ政治スタンスがリベラルなもんだから日本でもそっちサイドのリベラルな人たちがこう持ち上げてでその言説とともに。えー 安倍政権指揮からみたいなところに持っていくみたいなのがあって、なかなかこう日本の国内で共感、えー、や支持が広がってないんじゃないかなっていうような指摘もありますね。えー。あのー、ですからね、あのー、こうメディアを通してじゃなくて、はい、特にアグネスさんはですね、えー、あの、ツイッター、日本語でツイッターやってるんですよ。うんうんうん、日本語でつぶやいてますね、えー。ですからそこからで一時情報を取るっていうことが、はい、今ベストなのかなと私は思いますし、うん、で加えてね、冒頭出てきたように、はい、やっぱり警察の暴力、これとにかくひどいですよ。うんうん、であのー 警官が、はい、逆にです、ね、あの変装して、はい、デモ隊に入ってみたり、あるいはその警官がです、ね、どうも警官の中に場合によっては、ね、マフィアが入ってるんじゃないかぐらいのね、はい、そういう暴力行為が見,見受けられたりですね、えー、やっぱりそういった点はです、ね、やっぱり何が香港で起こってるのかっていうことを、えー、きちんとね、うんえー、事実関係を理解するっていう必要があるんじゃないかなと思いますねジョシュアンというもう一人のリーダーが、この間、ラジオフリーアジアのインタビューに答えてましたけれども、はいまあ、この 五つの要求をしていると、ただこれ独立を目指してるもんじゃなくって。<laughs> この枠組みの中できちんと民意が反映される政治をまず求めてるんだと、うん、なんかこう独立運動と勘違いされるとかで、えー、だからあの押さえつけるのは当然だみたいなのもありますけど、決してそうじゃないわけですよね、ねえー、あのですから、一国二制度、はいえー、当初の約束をきちんと守れと、加えて行政庁長官、はい、行政部のトップについては、えーえー、きちんとした普通選挙を実施しろと、うん、民意を反映したトップを選べと、はい、当然の要求ですよ、これ。うんえー、民主,主義国会 においてはね、ええ、で、それが認められてないってのは、どう考えてもおかしいだろうっていうのは、うん、その、受賞は、恩・シー・ラウンね、はい、主張なんですよ。で、やっぱりそこはね、当然そうだな。だって、当然認められてるね、うん、憲法によって認められてる, <laughs> れる権威なんですから、はいえー、権利なんですからね、うん、なぜそれが、えー、中国が、それを約束した中国が、それを骨抜きにしようとしているのか、えー、力でもって抑えつけようとしているのか、ということがポイントだと思いますね。で、加えてね、はい、10月1日以降、もしかすると、中国が軍事力を行使するっていうね。うん そういう可能性も指摘されてるんですね。だから外から見ておいてこれを抑えなきゃいけないってことですね。国慶節後にね。ええ、アマガ運動から5年今日のキーワードでした。OK cozy up。時刻は7時35分です。 さあ,あ,あ、メールツイッター様々いただいてますが、関電について、加賀西相さんツイッター、うん、電力会社の役職員にみなし公務員にならないから、刑法の収賄罪は適用不可で、会社法の会社役員収賄罪の適用を検討することになるけれども、と、えー、立証に壁があるとも言えるというふうにいただいております。うん、まあ今後もちょっとね、えー、見ておかなきゃいけないですね。ねはい。さあ、この後は。鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマ、お醤油についてです。OK <ー>。 アップ時刻7時43分です。お送りしております日本放送飯田康事の OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田康事と、新庸一花がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。います続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ 明日から消費税増税10%に引き上げ。 政府は明日10月1日に消費税率を8%から10%に引き上げます。1989年の消費税導入以降、増税は97年、2014年に続き3度目で5年半ぶりです。高齢化で膨らむ社会保障費の財源を確保し、財政再建を進める狙いと財務省は言ってますが、国民の負担増は消費の減退を招きかねないと指摘されております。 さあ須田さん、はい、いよいよ上がっちゃいますねこれ、ええ 私ね、この税制、ね、税金の制度というのは、あの、経済政策であるとかね、景気対策、こういった視点で見切っていく必要があるんだろうと思うんですよ。で、そうすると、社会保障費であるとか、あるいは年金、介護、医療であるとかね、あるいはどうなんでしょうね、あの、幼児教育の無償化の財源を消費税で賄うっていうことが、果たしてベストなのかどうなのかというポイント、そしてもう一つがですね、このタイミング、この10月1日というタイミングでね、 増税すべきだったのかどうだったのか、うん、やっぱりこのあたりの検証がちょっと弱いのかなと思いますね。はい、どうしてかっていうと、やっぱりね、こういった税制の問題というのは、え国内だけの、ね、事情だけで見ていくわけではなくて、はい、やっぱり海外どうなのか、うん、今、世界の潮流はどうなっているのか、その中において、えー、増税することが、果たしてそういったね世界の流れと合致しているのかどうなのか、うん、こういった検証というか、チェックっていうのは、どうしても必要なんだろうなと思うんですよ。うん、で、そういった中でね、今日はぜひね、ご紹介させていただきたい。はい、どうして,かっていう とですねこう不思議なことに、うん、えこれ、大きな影響を今後、及ぼすと思うんですよ、世界経済に、はい、ただし不思議なことに、ですね、うん、日本のメディアが全く取り上げてない、えーねえー、ポイントがあるんですよ、はい、それ何かというと、ですね、うん、インド。 インド。ね、えー、インドの財務省が、はい、えー、い。9月20日に、ある発表をしたんですよ。えーえー、どういう発表をしたかというと、うん、法人税を減税しますと。え<ー>。これまでインドの法人税というのは30%だったんですが、はい。これを22%まで減税しますよと、引き下げますよと。はい。しかもこれは2019年4月、今年の4月に遡って適用しますよと。あ、遡るって珍しいですね。えー。で、加えてですね、今年10月1日以降に新規で設立された会社で、はい。えー 23年3月までに生産を開始する企業の法人税率は15%に軽減すると。15%?15% 15まで、えー、引き下げると。これ世界でも類を見ないほど低いですね。えー、で、これは合弁企業。つまり<ー>、えー、インドの国内企業だけじゃなくて、はい、外資系企業も対象になるということなんですね。はい。で、こういったですね、大幅な減税。で、えー、加えてですね、もう一点ポイントになっているのが、はいえー、控除は一切しませんと。 税控除なしですよと。えだから日本で言うと、この、え税特別措置などの大規模遇策ですよ。ええ、ああいったわけのわかんない、わかりにくい、え税控除は一切しませんと。非常に、こう、シンプルでわかりやすい、え法人税制になっていくんですね。で、まあ、話元に戻しますけれども、まあ、この、ただね、このインドの減税政策というのは、私思いますように、これは、まあ、インドがそう言ってるわけじゃないんですよ。えアメリカのトランプ減税、そっくりそのままにしてるんですよ。 なるほど。ええ。とにかくシンプルにしてと。ええ。で、法人税減税すると。はい。で、いうことで今ね、え、世界の流れというのは他の国もそうなんですが、はい。あの、減税というかですね、ええ。いかに税負担を低くしていくか、うん。そして景気不要を図っていくか、はい。という方向に流れてるんですよ。うん。日本だけ増税してどうすると。ねえ。増税するだけじゃなくて、軽減税率が複数。はい。 経営税率もある、そしてあのポイント還元もあるで、ええ、結局、5通りの税率が存在すると、実情はと。もう複雑階級、負けはかんないという,、ええ、いう状況にして、ええ、税制の策としては、下の下です、はっきり言っやっぱりシンプルで公平で分かりやすいとい、ね、うね、んえー、これはやっぱり税制にとって必要なのに、ええ、全部、真逆いってるんですよ、ええ、そうですよね。ええ、そしてねあの軽減税率とかで線を引くに当たって <で>ええ、そこの裁量で、で、それでこう、権限が生まれて、そこに、こう、どうするかっていうところで、まあ、あの、行政側に力が生まれちゃうとか、ええ、非常に公正じゃなくてシンプルじゃないっていうのは、それだけでは不正の温床になりますよね。ええ、まあ、ここまで行っちゃいけないかもしれないけど、ええ。ただね、私ね、逆読みしますとね、はい、えー、どうなのかな、そうやって複雑にね、わけのわかんないことにして、批判をそっちに一心に集めてね、ああ<ー>、そうですね。増税そのものを。そう、増税そのものについてはですね、やっぱり議論をさせないように。ええ、なるほど。むしろ 複雑解禁させてんじゃなないいかなとはーいやでも確かにそうかもしれないですよね。えー、増税そのものの議論っていうのが、だから検証が足りないってのは、そこにあるかもしれないですよねだからね、そういった点で言うとね、えー、やっぱり今回の、えー、消費税増税っていうのは、はいえー、特に中小零細企業中心に、かなりのですね、うんえー、プレッシャーというのかな、負担増になっていくはずなんですよ。で、そうすると、例えばなんかどっちかっていうとね、はい、個人がお金を払うときに、自分の財布から払うときにばっかり議論しててね、えー、そういったところってのはちょっと大き 置き去りにされてる、うん、で結果的にそういった状況の中で、世界が減税のほいに向かってるのに、はい、果たしてこれが今のこのタイミングでやるべきことだったのかと、うん、ね日本だけが取り残されるというか、はい、要するに沈んでいく可能性もこれ、なきにしもあるんこれ、まあ、あの米中の関係だとか、まあ、世界経済もまあ原則気味のところをなんとか各国、扶養させようと頑張ってるのに、うん、お前、空気読めよ、何やってんだよっていうことになってるんです インドの場合はですね、もっと戦,力戦略的で、おそらくですね、世界の工場の座を中国から奪うと。<ー>これ相当大きなインパクト持ってますよ。 特にインドの場合は、ですマガリナイムの政治体制は自由民主主義体制ですからね、政治的リスクあまりないですから、中国の場合は政治的リスクがものすごくある、ですからね、マーケットから聞こえてくるのは、アップルがね、どうも生産拠点をインドに移すんじゃないかと、その検討をも開始したんじゃないかっていうような情報も、まだ噂がルーマベースですけどね、出てきてるとも、これ事実なんですよ。そそのののアップル生産今中国でやっっててますけれどももリスクいう はかなり言われるようになってきてますよね。ええ、そして動機付けとしてこの法,、はい、法人税減税っていうのが一つですね大きく作用するんじゃないかと。 もう見られてるんですね。うん。これ、なんか、法人税減税の話をすると、まあ、世界各国でこの競争が激しいんだと。で、あのー、日本だって消費税を上げて、それを原資にして法人税を下げてるじゃないかと。戦略的なんだ、みたいなことを言う人もいますが、にしちゃ法人税もこれ、複雑回きすぎませんかそう。だから、トータルなんですよ、税制ってのは。うん,う,んう,んうん。だから、何か一つだけでね、はい、えー。下げた上げたで議論するんじゃなくて、えー、トータルでどうなのかと。うん、要するに、企業の税負担 どうなのかと、はい、なんであの大企業はこれだけしか税金を納めてないのかというのはです、ね、やっぱり議論を進めていくべきだと思いますけどねこれもまた、あのサービス業はほとんどその租税工場の特別措置がなくって、ね、ちゃんと税金払ってるのに、ね、製造業の大企業って結構いろんなと実は使ってない、ね、連企業ね経団連企業は、<laughs> ね、またその人たちは消費税万歳みたいなことを言いますよね。 <laughs> お前が言うなみたいな。<laughs> どちょっと、ちょっと、フェアじゃない気がしますよね、<laughs> その全くフェアじゃないですね。だから、うんえー、公平で、公正で、透明性があって、分かりやすい、シンプル。税制、はいえー、のところでは、全部、目がにってんですよ、日本の場合。うん。これはでも、後々になって、外聞くに聞いてみちゃ,うじゃない大きくダメージになるんじゃないかなと思いますけどね。うーん えー、明日から消費税増税まあ世界の趨勢とそして日本というあたりもお話をいただきました、えー、このコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください日本放送新人アナウンサーの熊谷美穂です前島香音です皆さん FM93 でも日本放送を聞くことができます FM93 で雑音少なく楽しいトークを FM93 でクリアの音で素敵な音楽を今日9月30日は ワイド FM93 の日時時刻は7時52分ですさあ、ここで、飯田工事の OK 工事アップスペシャルウィークのお知らせです。来週10月7日からの1週間は、消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りいたします。題して、現地で見た聞いた韓国徹底レポート 韓国の経済若者の就職難、日本で伝えられていることはどこまで本当なのか韓国での反日報道の実態はなど本当の姿を調査するため私だが韓国に乗り込みます来週月曜日は韓国から生放送を結構韓国を丸裸にいたします全裸韓国韓国韓国。韓国ナイスです <laughs> さらにもう明日ですよね、はい、す消費で上がりますねす、えー、クーポンがどうだとかスマホ決済がどうだとかですね。売る、うん、方も買う方も混乱 必質の消費税、消費税増税から一週間、あなたの家庭はどうなっているでしょうか。十パーセント、八パーセント、六パーセント、五パーセント、三パーセント、うん、実質税率が五種類あるというこの消費税、今より下がるものも中にはあるんですが、うん、このわかりにくい消費税など、えー、知れば得する対策を数量政策者高橋雄一さん、えー、明治大学飯田数樹さんに解説をいただきます。ナイスです。<laughs> 千葉の美味しい食材のプレゼントもご用意しています。来週の飯田浩二の OK コージアップは本当 東の韓国と分かりにくい消費税を追求します。 お送りしてまいりました OK 工事アップお別れの日が、えー、お別れの時間が近づいてまいりました <laughs> <laughs> 大変失礼しましたまずはプレゼントご当選の方です健康ブレネーズ3本セット五人の方にプレゼントです鹿児島市の井口勝彦さん川崎市川崎区成沢義明さん川越市新谷健一郎さん足立区世田良子さん川口市藤井勝一勝一さんご当選ですおめでとうございます <laughs> 勝手に番組終わらせてどうするんですかねすよい。いやあのなんで引って言っちゃったかというと今日が FM 93の93まの日だっていうのを今一生懸命調べたんだよ。ですからそのままあ、引っていうのが出ちゃったんですが、<laughs> そうなんです。あの今日ですね、えー、FM 93の日ということでいろいろをやっております。まずあの FM 93ってハッシュタグつけてつぶやいてくださると、えー、抽選でを10人の方に防災クロックラジオをプレゼントというのがございます。えー、それから新人アナウンサー2人がですね、街中の FM 9 93だとか93いうこう数字を探して、はい、リポートをすると「うんえー、あなたとハッピーラジオ」「ビバリーヒルズ」「デイズ」「それから夕暮れワンダホと、えー、4つの番組の中でリポートがありますで、はいえー、ぜひこちらもお聴きいただければと思いますそして今日からですね、えー、いわゆるうラジオの業界ではライターオフというですね、うんえー、秋冬の番組編成が始まりまして、えー、今日夕方あ6時からなんですが「えー、ザ・フォーカス」という番組が始まります。パーソナリティは日本放送報道部森田浩二会 解説員<ー>日帰りのおコメンテーターの方々専門家の方々と、えー、一日のニュースを議論していこうという番組でございますこちらもどうぞご期待ください、えー、明日はあー有本香里さん登場となります、えー、今朝は須田慎一郎さんとお送りしてまいりました須田さんありがとうございましたいやー今日は忙しいですね,ししねこの後もちょっとねパノモンニュース,ュース出てその後カンテレに出るんだお<ー>おー に行くね出ることがも好きじゃなくてその後に甲子園に行くことがも好きなのよね。なんとえ今日の中日戦見に行くんですか。もうね乗り込むよ俺は乗り込みますね。だってパブリックビューイングじゃさ盛り上がらないやってないかパブリックビューイング。確かにね今日今日どっちかってうとあのラグビーのサマの方の試合やってました。いやでもこれ結構ねツイッターやメールもいただいておりまして海運招き猫さん年間54歳の運送業の方最終戦の今日勝てばクライマックスじゃないですか。ジャイアンツさんの私も 阪神を応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、そして、横浜ファンの方はですね、いやー、ちょっと、阪神、部が悪いからさ、カープの方が戦いやすくていいんだよね、<ー>と、この勢いで来られたらな、と安之さんからもいただいておりました。安田さん、僕の部分までお願いしますね。はい、ーー頑張れ、タイガース頑張れ、タイガース,ガースこの時間のお相手に、ポーズを、飯田浩司と、津田新一郎と、新庸市香でした。なんでそんな手でるんだよ。<laughs> この後は、ハッピーです。<laughs> この後は、書きキカラ正しあなたとハッピー。